日本はどんどんグローバル化しなくちゃとか、何でもかんでもデジタル化だとか、21世紀はほらそこまで来てるぞとか、なんだかこの国も大変なことになってきているようですが、ちなみに明日は晴れるそうです。 JR 東海。